横浜港未来21グランモール公園グランモール公園は横浜港未来の中央地区を約700メートルに渡って南北に貫く都市公園である同地区の開発計画において35外区などに当たる1987年度に着工し1989年の横浜博覧会の開催とともに博覧会のパビリオンとして 横浜美術館が完成。現在では、グランモール公園の一部にあたる美術館前の美術の広場も同時に利用可能となった。その後、1991年12月に同広場などを含み一部開園すると、1999年11月には、グランモール公園として全面開園している。公園は幅25メートル、ランドマークプラザとクイーンズスクエア横浜の 中間部分にあたる洋洋広場から横浜アイマークプレイス前の長めの広場まで約700メートルにわたって一直線に整備されている。公園の南部は港未来線の港未来駅と近く、北部は同線の新高島駅に近い。また、1988年に策定された港未来21町づくり基本協定において、 公園の10メートル範囲内では建築物の高度制限が20メートルに取り決められている。さらに、東公園は、港未来地区における重要な歩行者動線、都市軸である、グランモール軸の大部分を占めており、洋々広場では、クイーン軸とも交差しているを参照。開園から20年以上が経過して、設備の老朽化や周辺環境の変化などが見られるため、 2015年度より約2年かけて公園全体の再整備が実施された。手前は円形広場、奥に巨大彫刻桜通りに面する公園の最南部には階段状の円形広場があり、週末を中心に大道芸などのイベントスペースとなっている。また円形広場のすぐ隣の横浜ランドマークタワー側には国の重要文化財にも指定されている。 ドックヤードガーデンがある。円形広場より階段を上ると、ランドマークプラザ及びクイーンズスクエア横浜の中間地点にあたるヨーヨー広場となるが、モガミひさしこれによる高さ約17メートルの巨大ステンレス製彫刻、もくもくわくわく、横浜ヨーヨーが置かれていることから、この名称で呼ばれる。なお、巨大彫刻の設置にはビル風の抑制という目的もある。このか。 洋洋広場の真下にあたる、東公園1階部分には、ギャラリーや休憩所などが設置されている、クロスパティオがある。さらに災害等の非常時における、飲料水の確保を目的として、洋洋広場の地下には、容量約1000トンの、耐震型循環式地下貯水槽が設けられている。洋洋広場から、美術の広場方面へは連絡橋によって、ケ通り頭上を通過し、途絶えることなく、 連続的に歩行者専用通路が整備されている。美術の広場、水と緑と光と音をテーマとし、横浜美術館前に整備されている広場で公園の中心部分に位置する。広場内には欅きが連続的に植えられており、両脇には横浜のキングの塔、クイーンの塔をかたどったパーゴラが見え隠れしている。また、美術館のすぐ前には水面が広がっており、 噴水やミストによる演出が行われている。夜間には夜光虫のように点在発光する地面の他にライトアップも行われている。このほか広場の地下には自転車駐車場も整備されている。広場を挟んで美術館の向かい側にあたる34外区では、港未来地区において最大規模の店舗面積を誇る三菱寺所の商業施設、 MARK イズ港未来が2013年6月に開業した。広場から北に向かうと一丁通りがあり、横断歩道によって、ここで一旦公園及び歩行者専用通路が途切れている。三橋の広場緑化フェア開催期間中長めの広場緑化フェア開催期間中一丁通りより、北のエリアでは両脇にそれぞれの施設を置きつつ、 途中の横断歩道を除き快適に移動できる歩行者、専用通路として連続的に整備されている。また、公設の再整備事業にあたって、港未来グランドセントラルタワー前リーフ、港未来前は、三橋の広場、横浜アイマークプレイス前は、長めの広場という名称が、新たについている。西側の十二街区には複合オフィスビル、港未来グランドセントラルタワー、家具、 インテリアなどの大塚家具をメインとした商業ビル、リーフ港未来が続けて並び、東側の41街区には、低層部に、ツタヤやミニシアターの木のシネマが入る集合住宅、港未来ミッドスクエアザタワーレジデンス、屋上に巨大な電波塔がそびえ立つ、横浜メディアタワーが並んでいる。横断歩道を渡ると、その先では公園を挟んで両側に、 暫定利用の商業施設、横浜ジャックモールが2012年まで存在したが、同施設の閉鎖後は、両外区跡地で、高級施設の再開発がおのお行われており、46外区では、清水建設の手掛ける複合オフィスビル、横浜アイマークプレイスが2014年3月に、完成。さらに45外区では、三菱地所の手掛ける企業向け宿泊、研修施設。 MUFG グローバルラーニングセンターが2015年3月に完成している。公園の範囲はここまでであるが、歩行者道線のグランモール軸は、鈴鹿毛通り図上を通る歩道橋により、旧、県と横浜、新高島駅方面へと続き、さらにその先は、横浜駅東口方面を及び歩行者道線、都市軸の一つである、キング軸へ接続している。 東公園沿いには以下の施設が並んでいる。1991年の一部開園より20年以上が経過して、公園設備の老朽化に加え、周辺の開発が進み利用環境も変わってきていることから、街の中で一体的な活用ができるよう、より魅力のある公園を目指して、全体の再整備が実施されている。具体的には、東公園におけるこれまでの水や緑のイメージを、 継承し、安全や永続性に配慮しつつ、ミスト、噴水、水盤など水の様々な形態での活用、樹木の増加や草花を導入して、効果的に配置した上で、屋上緑化など、周辺施設も巻き込んで緑を創出する。また、環境に配慮して再生可能エネルギーや、最新技術を導入した、照明等により、光の空間の効果的な創出を目指す。 さらに、周辺施設と一体的に利用できる賑わいスペースや、イベントにも対応できる広場を確保し、ベンチなどの設備デザインと、モニュメンタルな要素により、個性を演出しつつ、各エリアの中心軸をつなぐ波紋パターンの舗装など、デザインの統一を図ることで、公園全体での一体感を演出するとしている。横浜市では2013年度から2014年度に、 再整備設計案を作成し、それをもとに2015年度から2016年度にかけて再整備工事が実施された。なお、東公園は2017年3月から6月に開催される第33回全国都市緑化横浜フェア港ガーデン会場の一つとなっていたことから、2015年4月に公表された東公園の再整備実施設計内の スケジュールによると、2016年度中に大部分の整備を進めるものの、2017年には緑化フェア及び、横浜トリエンナーレの準備と開催で、しばらく工事を中断し、これらのイベントが終了した同年11月頃2018年3月頃に、かけて、円形広場など一部箇所のリニューアル工事を実施し、翌4月に全面リニューアルオープンする計画となっていた。しかし、 実際には、円形広場などのリニューアルは実施されず、第2期区間の整備を終えた2016年度中をもって、今回の再整備事業は終了している。上記の再整備に対して、土木学会デザイン賞2018の奨励賞及び、第5回美しくにづくり大賞の大賞を受賞している。ありがとうございます。